理事。理事は、組織、団体を代表し、事務を干渉する地位にある者の,の職名である。非営利法人において、対外的には、法人の業務を執行する機関をいう。株式会社や倉庫会社における、取締役、持ち分会社や修行法人における、代表社員、宗教法人における、責任役員に相当する。同様のものは、英語ではと呼ばれ。 取締役と区別されない。なお、法人によっては、法律上の理事ではないが、法人の事務を処理する役員を理事と称することもある。宗教法人大席時、日蓮正宗総本山においては、保守を補佐し、総本山内の事務の一切を取りまとめる、主任理事や内事部の各部門ごとの事務を取りまとめる理事が置かれているが、これらは法律上は、 責任役員である。また、根拠法令や定款、寄付行為に基づき、理事の長たる職として、理事長、または代表理事が置かれることがあり、医療法人や学校法人等では、必ず理事長を置かなければならない。監査法人においても理事長が置かれる例が見られるが、包括代表など別の職名を用いる例もある。独立行政法人や、 国立研究開発法人等においては、理事の長たる職を、理事長以外の職名、所長、機構長、学長等で呼称する場合もある。法人の運営は、複数の理事から構成される、理事会という議決機関があることも多い。農業協同組合や漁業協同組合などの団体では、理事の長たる職としては、法律上代表理事であるが職名として、 組合長との故障を使うのが慣例となっている。学校法人では、理事長は校長もしくは学長と兼任しているケースは、頻繁にあり、その場合、理事長兼校長、理事長兼学長と呼ぶ。代表権は、原則として、すべての理事が有している法人、一般社団法人、特定非営利活動法人等や、原則として、理事長、または、 代表理事のみが有している法人、医療法人、学校法人等がある。英語では、理事長、または代表理事に相当する者として、マネージングディレクターがあるが、これは日本語では、専務理事と訳されることがある。これは日本では一般に非営利法人の理事長は、名誉職でおり運営に直接関与しない場合が多く、日々の業務の最高責任者は、 専務理事もしくは事務局長であることに起因する。国立大学では、国立大学法人に移管されて、以降、理事職が設けられた。理事の人数については、国立大学法人法において定められており、その制限人数以内で学長が任命することができる。国立大学法人移管後にできた新しい職名で、学長イコール理事長となり、 その下の理事も副学長を兼任していることが大半である。例、理事、副学長、担当。理事の職務は国立大学法人法第11条において、理事は学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務を勝利し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。とされている。 上記、国立大学においては、法人移管後にできた、新しい職名だが、私立大学では、それ以前より使用されている職名である。経営を担う理事長、理事と共学を担う学長、副学長は別系統の組織として分立している、ことが多い。日本において、会社法施行規則で、会社法における取締役、会計参位監査役と並び、理事、 執行役などまで含め役員としている。独占禁止法における役員には、理事、取締役、監査役、業務を執行する社員、幹事が含まれる。また、民法上においても、民法第52条、54条などで、権限、責任等が示されている。国会における、衆参両議員の委員会には、議員規則により一人または、数人の理事が置かれる。 具体的には、議員運営委員会が、会派ごとの議員数比率に基づいて割り当て基準を策定する。理事は、委員の誤選によって選出されるが、慣例では理事を割り当てられた各会派がそれぞれ申し出、委員会の決議によって、一任を受けた委員長が申し出に則っ,って指名する。理事は、委員長に事故があるときや、委員長が欠けたときに職務を代行する。また、 委員長と共に会議録に署名する。委員長は、議事運営について協議するため、理事会を開催する。理事会には理事を割り当てられていない会派の代表も、オブザーバーとして参加する。理事会は、非公開で行う。委員会の開催中に、質問者や答弁者の発言を会派として問題視する。場合、委員長に異議を申し立てたり、理事同士で協議を行うこともある。 これらの発言も議事録は残さない。委員会では議案提出者や閣僚、参考人と委員の間の問答はあるが、委員同士の問答は基本的に行われず、そのような必要がある場合は理事を通じてやり取りを行くことになる。地方公共団体においては、局長級、部長級、次長級などの一般職公務員における最高幹部クラスの職総名、または スタッフ職の職名として使用される。スタッフ職の理事は、英検理事というように特定の部、局に属さしめず、主張の直下に置かれて、直接に、主張の命を受けて、特定の重要事項に関する事務を処理するポストとして、設けられている合わせが多い。職総名として理事が使われている例には、東京都がある。東京都においては、理事は、 階級的な故障である職層の一つで、局長級の職員に対して用いられる。ただし、局長級のスタッフ職の職名としても使用されるのは他の自治体と同様である。しかし、東京都における理事ポストは、局長と同列の知事直属ではなく、局内に設けられるポストであるため、待遇はライン局長より若干低いものになっている。副理事長は、 理事長の補佐として置くことが多い。国立大学法人の場合、学長イコール理事長となり、その下は理事が国立大学法人法に定められた人数の理事がいるだけで副理事長という職を置いている国立大学法人はない。理事の中で県政順に総務担当理事が副理事長的な立場を担うことがあるが、あくまで理事職である。 副理事は理事を補佐する立場であるとともに、理事が干渉する業務の一部を経営面でマネジメントする立場である。副理事の中の長という意味の副理事長というのは前日の理事長を補佐する理事長と混同されるため用いない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。